ボンです。21歳になったばっかりで、今年22です。アパレルで働いてたんですけど、アパレル以外も経験してみようかなと思って、一回アパレル辞めて、で飲食店で働いてたんですよ。でもやっぱり作ったりとか服とかやっぱり好きだなって、そこでもう一回実感して、でなんかもう一回やってみようかなと思って、自分でオンラインショップ立ち上げて、まあちょいちょい自分のコラージュでグッズ作ったりとかしてます。結構小物が多いんですけど、 iPhone ケース、キーホルダーとか、あと最近は鏡とかも出しました。1枚だけ服作りました。何、キーホルダーめちゃくちゃ人気で、まあやっぱりそんなになんかがっつりしたブランドじゃないから、まあ、値段もそんな高くなく安めのやつが人気ですかね。気になるブランドとかあった時も、手に取りやすいやつだったり、まあ、値段とか、あと物すぐなんかつけれそうなやつだったりとかが結構目に入ると思うんで、それでキーホルダー人気なのかなって思います。使えますね、鍵にめっちゃつけてます。好きなカルチャーは、もともと瀬田恵美ちゃんがきっかけで古着好きになったんですけど、そこでもうアメリカンキッズみたいなカルチャーがすっごい自分にハマって、そっからどん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 服好きになってったんですけど、今は自分的に結構色とか雰囲気とかも結構昔より落ち着いたと思ってて、だけど結局は自分の中にはなんかアメリカンキッズのカルチャーはずっとここにあって、今でも可愛いなと思うし、部屋にもおもちゃとかめちゃくちゃ置いてたりとか、なんか見た目はちょっと成長してる風だけど、結局中身はなんかそういうのが好きなんだなって感じです。あるかもです。自分のデザインの方は割となんかごちゃごちゃっていうか、いろんなのを組み合わせたりとか、色をそれこそ使ったりとかしてて、結構なんかなんていうんですかね、キッズっぽい、なんかそのカルチャーっぽいアイテムとかを全部くっつけてコラージュしたりとかすることもあります。富田林蘭さんっていうアーティストの人がすっごく好きで、それ高校生の時からずっと好きなんですけど、結構その人にめちゃくちゃインスパイアを受けていて、私は日常では絶対にないような組み合わせとかがすごい多くて、それを富田林蘭さんは結構実際に表現してするんですけど、物と物を組み合わせて、でも私結構それはできないからコラージュでやってみようかなと思ったのがきっかけで、だから結構富田林蘭さんのを見て、ああこういう組み合わせあるんだみたいな感じで、結構なんか日常普段にはない組み合わせでやる、なんかコラージュすることが多いです。まあ最初は真似から入るじゃないですか、絶対。が結構被ることも多いっていうか、まあ自分自身で、うわ絶対これなんかめちゃくちゃ似せちゃったなとか、なんかめっちゃ似てんなみたいなこと何回かあって、それ結構今もなんか悩みじゃないですけど、難しいなって思う部分なんですよね。どうやってやったらいいのかな。でもなんかもう、まあそのまま丸パクリはちょっとあれですけど、結構なんか似たような感じをもう自分のものにしちゃう感はありますかね。一つ自分の中でなんか決めて、それをなんかなんていうんですか、自分のなんて言うんだろう、イメージにするみたいなのをしたら、結構なんかそれを見たら、あ、ボンちゃんだみたいになるのかなって思いながら、ちょっと今私は試行錯誤中です。好きな映画監督がいるんですけど、先生が授業であのグランドブタペストホテルっていうウェス・アンダーソン監督の映画を教えてくれたんですよ。その時になんかめちゃくちゃ可愛くて、それを見た時に、でなんか内容はそんななんかも
内容は私そんなになんかなんて言うんですかね、あんまり求めてなくて、その監督にはなんかもう色味の使い方とか出てくるキャラクターとかがすごい面白くて、そこから結構その監督の映画を見るようにはなりました。あ、あります。なんか結構コラージュするときになんかまあ全然思い浮かばないんですよ基本で、そういうとき結構映画見てなんか、あ、この色使い可愛いなとかしてますかね。色使いを結構見てるかもしれないです。なんか出てくる家具の色使いとか、なんか服の色とかを参考にします。高1の最後ぐらいから結構古着に興味持ち始めて、でそっから高2の冬とかそんぐらいにある美容師さんに出会ったんですよ、地元の名古屋なんですけど。でその美容師さんが結構すっごい奇抜な髪型する人で、でその人に出会った時に初めて刈り上げをして、そっから結構どんどんその人のところに通うようになって奇抜な髪型するようになったんで、なんかだいぶその時期からメガネもつけてたし、なんかもうキャラクターが出来上がってたかもしれないですね。高校生って黒髪だったんですけど、結構なんかもうその時からボンちゃんみたいな、なんかなありましたそういうの。今大阪に住んでます。大阪に来てから古着だけじゃなくてちょっとブランドとかセレクト系をちょっと気になり始めてからはだいぶ古着屋さんよりはセレクトショップ行ったりとか、あとすっごいギャルソンが好きで、でギャルソンをなんか自分のご褒美みたいな感じで買いに行くことが多いかな。どこに服買いに行ってるって言われたらそんななんか一個に絞ってないかもです。あー、高校生の時になんか本当にパンツスタイルばっかりで全然スカート履かなかったんですけど、ある友達にギャルソンプレゼントしてもらったんだ、 T シャツ、ギャルソンの T シャツもらったんですよ。それに合わせた服で行った時にみたいな、ギャルソン似合うからギャルソンもっと着たらいいのにみたいな言われて、私その時あんまり服なんかブランドとか全然知らなかったから、あ、なんか聞いたことあるなぐらいやって、で調べて可愛いなみたいな。最初はまあ高校生だったんで全然買えなかったんですけど、大阪来て結構なんかバイトとかちゃんとし始めてから見に行くたびになんかもう買っちゃうみたいな感じで、ちょっと最近買いすぎで抑えてますね色がめっちゃ好きで、その派手な色を使った方がおしゃれみたいな感じだったんですよ自分的に。なんですけどギャルソンに出会ってからなんかそんなに派手なやつも多いけど、そんなにまあ黒とかのイメージのがあるじゃないですか。なんかギャルソンってなんか形が変わってるイメージが強くて、色だけの存在感じゃなくてその色は落ち着いてるけど形で見せるみたいな、なんかそういう細かいとこまで見れるようになったっていうか、あんまり色にこだわらなくなって、こういう綺麗なシルエットのパンツが可愛いとかここのフリルがめっちゃいいみたいな、そういう形で見るようになったかもしれないです。なんだろう、私自分ってなんかまあ昔は結構誰よりも目立ちたいみたいな感じ、スタンスで結構やってて、なんかめちゃくちゃ派手にしたりとか、なんかすっごいいろいろつけたりとかしてたんですけど、最近なんか自分のこと全然派手だなって思わないんですよね自分的には。でも結構みんなに目立ってるって言われたりとか、そういうのってなんかやっぱこういうキャラクターみたいな感じなのかなって思ってて、まあ、私は髪型をこれにしたことがきっかけですけど、チャームポイント的なやつ作るのめっちゃ大事かなと思いました。なんか自分のキャラクター作りってめっちゃ大事だなって大阪来て思いました。地元の時は本当にいなくて、なんか私だけちょっと浮いちゃってたみたいな感じだったんですけど、結構大阪来て出会う
数増えました、だいぶ。あ、やっぱそういうの、私自身も初めて会って次会った時とかもなんかその子は絶対覚えれるみたいな、そうやっぱキャラクター性っていうのかな、まあ、見た目だけじゃなくてもトーク力的な私があのアパレルで働いた時も結構すぐ覚えれるお客さんとってやっぱなんかすぐ覚えちゃう、なんだろう、なんかいたんでキャラ強いお客さんとかからなんかそういうの大事だなと思いました。うん、もともと地元にいた時に高校生の時から古着屋さんの店員さんをしたいという夢があって、で、まあ、専門学校大阪だし大阪行ったらやってみようかなって思ってたんですよ。で大阪来て、で自分がよく行ってた服屋さんに行った時になんかめっちゃボンちゃんってそこの古着屋さん似合いそうみたいな感じ言われて、なんかよかったら応募してみたらいいのにみたいな感じ言われてから応募したのがきっかけですかね。アパレルをやるのがまず初めてだし、結構まあ正直舐めてた部分もあって、なんかどんな感じなんだろうみたいな感じで入ったんですけど、やっぱそんな甘くはないなくて、でも本当にいろんなお客さんと会えたりとか、休日アメ村に遊びに来た時にボンちゃんがいるからこのお店に寄ってみようみたいなのが私はすっごく嬉しくて、それがなんかなんて言うんですか、それが大阪生活の支えになってたみたいな。結構一人暮らしと学校とバイトとみたいな、めっちゃなんか落ち込んでた時とかあって、まあその時に服やアパレルをやめようって思ったことはなかったんですけど、みんなが会いに来てくれるの本当に支えになったなって思いますね。アパレルは私の古着屋が結構お客さんと仲良くなるみたいな感じのスタンスだったんで、私は結構割と記憶力いい方なんですよね。からお客さんをめちゃくちゃ覚えてて、実際自分がお客さんとしてどっかにいた時に、あ、なんか前も来てくれましたとかなんか言われたらすごい嬉しかったんで、なるべくなんかそうできるように頑張ろうと思って自分から声かけるっていうか、まあ結構覚えてあのめちゃくちゃ仲良くなるようにはしてました。だから結構仲いいお客さんめちゃくちゃ多くて、年下の子ばっかりなんですけど、アパレルてか古着屋さんで出会った時は高校生だったけど、今はなんかもう今年の春就職しますとか、全然会えてないのになんか連絡くれたりとかしてて、あーなんか嬉しいってなりますいろんな人と仲良くなって損はないんで、なんか自分からコミュニケーション取っていくことが大事だなって思いました。